皆さん、こんにちは。ここは、横浜市、港北区にある、豆と交差点です。豆と交差点は、交通量の多い、環状2号線と、綱島街道が、交差します。概要欄に、環状2号線と、綱島街道の、動画リンクを、貼っておきますので、こちらも、ぜひ見てください。ゆるーく動画をアップしています。いいね、登録をいただけると励みになりますので、よろしくお願いします。さて、今回は、菊名方面から、綱島街道を通り、豆と交差点を迂回して、東急、東横線の、大倉山駅まで行きましょう。ここは首都高速神奈川7号横浜北線馬場インター付近です。馬場インターは2020年2月に開通したインターで、入り口は ETC 車専用となっています。ここから、綱島街道、県道2号線です。豆と交差点へ、菊名方面から来た場合、休日の日中や、夕方の、帰宅時間が、特に渋滞します。
いかがでしたか？最後までご視聴いただき、ありがとうございました。登録をいただけると、励みになりますので、よろしくお願いします。